こんばんばはライオットブルー始まりの放課後シーズン1第2回お送りするのは全ん持ちのライオットブルーリーダー明石あまねとそろそろ冬眠をしようかなと考え出した式です。 よろししくお願いします, 2> しいします第2回で初登場なのに冬眠をしようとしているしきちゃんですがはい <laughs>、はい、というわけで今日はしきに来てもらいましたしきから一言どうぞはい初めてのポッドキャストなんですけど頑張ってお話ししたいと思いますはい <laughs> <laughs> はい、前回はあまね一人でやらせてもらったんですけども基本的にはね、こんな感じで二人でやっていこうと思ってますのでよろしくお願いしますえっと、まあでも四季もフランも忙しい時は私一人で頑張るんでよろしくお願いします <laughs> お願いします <laughs> はい、<laughs> というわけで今日のテーマを四季から発表してくださいはい、今日は四季の音楽自己紹介です、えー、イエーイ。<laughs> はいえー、と前回あまねがやった配信の式バージョンです。はい、簡単な自己紹介はねもう我々したんですけどもまあアーティストということなので一体ねみんなどんな音楽が好きなんだとかどういう歌を今後歌っていきたいのかなとかそういう話をね掘り下げていけたらと思います。はい早速ですが式に質問をぶつけていきたいと思います。 私が話した感じの順番になっちゃうんですけども、はい、初めて買った曲とか,か、えー、初めて買った曲曲なんか世代とかもあるのかもしれないんですけど、はい、あの四季の時はあ,の、はい、あんまり曲を買うみたいなのがなかったうだよね。 そそうだよ、ね、そうだだよよねねもうなんだろうなその配信とかでね YouTube もそうだけど Spotify、うん、とか Apple さんとかねうん、うん、で聞けますもんねそう音楽のアプリで聞くみたいなのが、うん、多かったかもしれないですね。とあの、まあ、聞きたいのは、まあうん、何を買ったかというよりも音楽の目覚め 自分の中の音楽の目覚めのきっかけになったアーティストというか曲ってどんなんっていうのか聞きたいですけどもあ音楽の目覚めになった曲は、えっとはい、私がまず音楽を始めたきっかけがあのユイさん、はい、アーティストさんのユイさんがきっかけでん、うんうんうん、そうなんですよ、ね、ちっちゃい頃にドラマの主題歌かなんかで聞いて、うん、あなるほどそうなんですよね。 でも、やっぱりシンガーソングライターをやってますみたいな人は。みんな好きだよね、うんうん、ゆいさんね <laughs>。ね、そうなんですよ。うん、そうそうそう。そうそう。なるほどね。そう、で、最近は。結構、あの。うん、今。よく聞いてるのが、ヨルシカさんとか。はい、綾瀬さんとか。はい、あの、夜遊びさん。とかって。知ってますか、はいはい。えっと。なんだっけ、夜行、夜行性。 夜行性？あの夜遊び、夜しかずっと真夜中でいいのにも好きで聞いている人のことをなんか夜行性って言うって聞いたことが間違えてたらどうしよう。んですか？間違えてたらどうしよう。初めて知った。そんな風に言うんだ。気がする。そうなんか三三大夜アーティストみたいな。へえ、そうか。じゃあ私は夜行性ですね。夜行性なんだね。そうそうそう。うん。 そうなんですよでその方たちってもともとあのボカロ P さんとして活動されてた方ではいはい、はい、そうですよねそうそう、うん、私はもともとボカロもめちゃめちゃ聞いてた人なのでうんうんうん,、うんうんうん、そうだからそこから知ってみたいな感じで好きになりましたね、うん、なるほどねあのヨルシカさんの、うん、あの僕は あ違うわだから僕は音楽をやめたっていう曲ありますよね。ある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 あの曲は好きでちょっと申し訳ないですけど他の曲ちゃんと聴けてないけど分かんないんですけどあの曲がすごい好きですごくあの歌,歌詞の世界観もそうなんだけど曲のアンサンブルなんて言ったらあの感じがすごい私が好きで通ってた頃のうん、うん 下北沢っぽいんですよ。ああ、そうかそうか。<laughs> なんか下北っぽくて、だからそのえっとなナブナさんでしたっけ？うん、ナブナさん。うん、そうそうそう。だからボカロピーだと言いつつ、もしかしたらバンドとかやってたのかなって思ったりしました。あ、そうあの曲聞いた時うん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 。<laughs> そう。そうナブナさんの時からも素敵な曲を書いてる方ですね。なるほど。そう。じゃあここで。 一曲、うん、紹介していきましょうかおいいですかはいもちろんですあじゃあナブナさんのラプンツェルっていう曲をぜひ聞いていただきたいですでは、えー、いきましょう、えー、ナブナさんのラプンツェルですどうぞはいというわけでナブナさんのラプンツェルでしたでしたいやね、うん、まずミク、うん、ちゃん でもう最近最近いつの曲なんだろうこれいやでも結構前かなかあ結構前なんだ、うん、みくちゃんこんなに歌がお上手になったんだなっていうことにまず感動したのと <laughs> すごいすごいねなんか、うん、あの確かにちゃんと聞くとあの声のシーンがみくちゃんなんだなって思ったけど、うん、こうなんかマジで人間っぽい癖が感じられるというかすごいなと思った調教上手と思ったのと。<laughs> あと、ねあのー、2番かな2番でドラムが入ってくるじゃないですかその後のドラムのパターンとかを聞いててもわこれバンドやっっててんなって感じですねギターソロとかもね、うん、これは絶対バンドやってんなと思ったいやでもすごい何て言うんだろう、うん、理想的なロックバラードというか私めっちゃ好きですこういう曲うん,うん、うんうん、すごいいい曲だと思いましたいやーいいですよね、はい <laughs> うんすごいなるほどねボカロね <laughs> まだまだちょっとね <laughs> 四季が教えたいボカロ曲いっぱいあるのでまた次の機会にでも <laughs> ぜひお願いしますあの私がそのねあの四季には、うん、あのね話してたんだけど、うん、あのボカロがマジでで弱いんですよ全然知らなくて本当になんでちょっと四季に。 たくさん教えてもらおうと思ってるんではい、沸かせてください、はい、よろしくお願いします <laughs> ボカロ番長はい <laughs> はい。というわけで次の質問に行きたいんですけども、うんはい、やっぱりねアーティストだったらこう使用楽器的なねお話をしたいなと思うんですけどもアコギだよねうん、アコギを使ってます、うん、はい、どこの アコギなんですか？えっとねヘッドウェイっていうところのアコギを使ってますね。なるほどヘッ,ヘッドウェイってなんかなんだろうなそのアコギのめが、うん、ーーいっぱいあるけど、うん、あの割とこう手が届きやすくって、うん、かついい楽器っていうイメージが昔からあります。あ本当ですか？うんそう,そうこのギターはね結構最近新しく 手に入れたギターなんですけどあーそうなんだ最近買ったんだそう一目惚れしてまず見た目に一目惚れしてで音もいいみたいな感じでうんうんうんすごいお気に入りです見た目は何形色ああ色も形もかなああへえ。そうちょっと欠けてるんですよな何型って言うんだろうこれ <laughs> ギターが欠けてるんですよこう 食われたみたいな <laughs>。あ、あれでしょ？あの下下の下の方ってなんだ。そう,そうそうそう、<laughs> のね、あのアップルのマークのさ、あのリンゴが食われてるじゃん。あ,はいはいはい、あれ、うんうん分からん。あれと同じ。ギターが食べられてるんですよ <laughs>。そう表現したいと初めて聞いた。いや多分他にねかいい名前があるんだろうけどこの形にあの。 ハイポジが抑えやすくなってるやつでしょそう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 ,そうあ、だよねだよねあ、わかるわかる,かるそ,うそれがね可愛<う>い,いしねいいなと思ってああいい <laughs> そうなんだよねアコギってさまあ元々そもそもハイポジ引くように多分できてないんだろうけどハイポジ手が届かないじゃないですか、うん、でもの壊れてるから手が届くっていうねうん、うん、そう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 なるほどあそういう形なんだそう可愛、ね、くて い色はどんんなな感じなんですか色は結構定番のあの茶色なんていうの薄めの茶色みたいなサンバーストあ薄めの茶色のやつかそうそうそう、はい、でもあの端っこそのな,なんていうの、うん、側面はあの茶色 <laughs>、うん、もっと濃ゆい茶色の木目が入ったやつなんだよ、ね、あーなるほどね<う>今度ぜひどっかで写真をあげましょうね。<laughs> お見せしたいと思います。そう、使用機材紹介<う>雑誌みたいだね。かわいい、かわいいから。自慢します <laughs>、うんね。素晴らしい。うん、やっぱりね、楽器の話はね、し始めるとね、長くなるんで。そう、止まらなくなっちゃうからね。<laughs> そうそうそう、これぐらいにしておこう。はい、はい、じゃあね、今後ね、我々はたくさんね、あの、まあ、もちろん自分たちの歌も作って歌っていきたいんですけども、うん、まあ、最初はカバーという形でね。うんうん やっていこうと思ってるんですけども、うんね、今後どんな歌を歌っていくのかっていうところなんだけどまず最初に、はい、えと生田リラさんのアンサーを指揮を歌ったんだけどどうしてこの曲にしたんですか、うんえっと、アンサーはですね、まあ、まずあの生田リラさんが好きっていうところもあるんですけど、うん、歌詞が特になんか こう自分の気持ちに沿ってるなって思っててそうこのサビの部分特にこのサビのね朝日が昇るいつかを追いかける伸ばした手ではまだ届かない場所みたいなこのね気持ちにねこう寄り添ってる曲っていうかすごいわかるなみたいな感じで今の自分の気持ちこう不安だけど 頑張りたいなっていう気持ちが。出てるなって思って。一曲目に選びました。しい選曲だと思います。そう。曲もら。ね。いいよね。データもらって。ああもう本当に。好きにしてよかったって思って。おもい。本当。で、その後も編集してて。あの歌詞をテロップ打ち込みながら。 いやマジでいい曲だったよ。うんうん、ドンピシャじゃんと思って。いやー本当にね。う。ん。うん。うん、なんかいつか追いかけるっていいな。表現が。うん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 。そう。すごいね。こう不安な気持ちと前向きな気持ちとのねこのない,いいよね。やっぱね。うん、過去は超えていかないと。 そう,そうこれからね楽しみなこともいっぱいあるからね。あのねあの四季の自己紹介でちょっとだけね触れたんですけどあの、うん、私たちのねなれ初めがね 2> うん、うん、約ね2年前なんだよね。ううううううんうん、うん、そう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 、うん、私はあのちょっと講師ともにお世話になってるあのし師匠がいるんですけど <laughs> その師、ね、匠の。 あのーまあ、参加っていうか立ち上げに師匠が立ち上げに参加してた、まあ、こう音楽のプロジェクトがあってそれに私ももうデッチみたいな感じでついてたんだけどそこでねあのねお声がかかってねそ,<う>それでこうやり取りしてたんだけど、まあ、ちょっといろいろあってその時はね実現しなかったんだけど私ずっと覚えてて。あのー いいやー嬉しいね<う>それがまず、うん、めっちゃ歌もよかったからなんかあ、うん、残念だなーって思っててずっと <laughs> そうなんですけどまあそこから2年たちまして私もねあのいろんな巡り合わせでこんなちょっと一瞬プロデューサーの顔が出ますけど、うん、プロデューサーをさせていただくことになって <laughs> もう。 結構その、の無茶というか VTuber やるんだけど、うん、楽器が弾けてほしいとかあの自社があってとか条,条件というかが高いからあの、うん、オーディションみたいなことをしても人が集まらないよって言われて自分で声かけた方がいいよって言われてどうしようと思ってうん、うん、あそうだと思ってダメ元で連絡してみようと思って。

いろいろね、そのお話を聞いてて。あのー、式は、うんうん、その自分の歌声がすごく。あの、好きだ。って言ってたよね。うん。うん。そう。好きなの <laughs> いいい。いいことだと思います。本当自分で自分の声が好きって言えるのは。本当に。おった方がいい。うん、私とかも、あの。 頑張ってますけど元は本当にいやいいいいやいやややでももともとコンプレックス人間なんで見た目もそうだけど声とかもすごいコンプレックスがあったんですけどっていう人間からするともう本当に胸を張れるって素晴らしいことだと思うしうん本当に本当にあとその私はその自分の歌声が好きだって言える式あとはそのなんだろうなまあ好きなアーティストとかもいっぱいいるけど。 その歌を歌う時に、うん、その自分が好きな。うん、自分のこう誇っている、声にこう合うような曲を、うん、あの。歌うようにしてる、みたいな話も聞いて。その、すごいこう自己プロデュース力高えなと思ったんだけど <laughs>。いや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 。<laughs> そのちょっと感じが、私はこう、なんていう、ちょっと高貴なイメージを持ったんですよ。こう、うん、プラ、プライド、悪い意味じゃなくて、こうしっかりこう、こだわりとプライドがあって。で、で、かつ自分の歌声。うんうんうん が好きででっていうところで私は歌姫っていう言葉が出てきて私ねこう好きなんで歌姫っていう言葉が昔から美容家さん本当に好きなんですけどあのだろうこう歌でこうなんか世界を変えてしまいそうな人たちが何人かいるんですけど私の中で,で歌,ひ歌姫って男の人にはないじゃないですか歌姫に。 該当する言葉ああ<ー>、うん、歌男とかない歌王子ないね歌王子ないねよあの、うん、歌姫歌なんか歌姫って女性のための言葉だし歌自体がやっぱりこう女性のためのものって言っちゃうとちょっとあの語弊があるんですけどやっぱりこう歌と女性ってこうすごく密接なんだな昔からっていうことだったり理解をしていてうんうんうんまあその歌姫って っていう言葉がパって出てきて、うん、これだと思って、あの。その歌詞に、その。悲、うん、っていうので、しき、どうかなみたいな。たそうだね、いいって言われて、じゃあ、これでいこうって言ってね。そう、うん、そうなんだよ。<laughs> いやめなんか、ひ、自分、自分で考えといて、あれだけど、うん、地面も、あの、響きも。 四季にぴっったりだと思っています私はいやねなんか最初はやっぱほら、うん、見た時は「え歌姫?」って思ったけど <laughs> <laughs> でもねちょっと「四季」っていう響きも好きだしやっぱね、うん、これぐらい自信を持って活動していくのが大事だなって思ったからちょっとこの,むこの名前を誇って活動していきたいと思います。そうそうそう よろしくお願いします。よろしくお願いします。<laughs> ありがとうございます。<laughs> うん、ね、もう、だ、だ、大丈夫ですかね。自分、自分で言ってみたいなことを言ってて。いやいや、それはもうん、あの、あまがつけたって、言えば大丈夫って。うん、そう。あまねのせいにすれば大丈夫。<laughs> ね、うん。そうなんです。うそうです。頑張りましょう。はい。というわけで、そんな式ですが。うん まあこれからねいろいろと、まあ、挑戦していきたいなってまあ私もなんだけど、まあ、みんな思っていると思うんだけどうううんうん、うん式が挑戦したいことまあ自己紹介でもね軽く言ってましたけど作曲についてそう作曲、はい、うん今まではあんまりね作ったことなかったんだもんね。 やりたいなって思ってます。頑張ろうってやりましょう。やりましょう。できる <laughs> <laughs> どうだろう？頑張る。でもうん。うん、あの私は全然偉そうなこと言えないんですけど、ただうん、うん、あの式ってさ、うん、弾いてきた曲の数がめちゃめちゃあるじゃないですか。うんうん,う,んうんうん、うんうん、うんうんね。だからそのなんだろうな。こうなんと。なく コードとかを弾いてこう,うん、うん、ワーって繋いでいったりとかできるぐらい体の中にコードが入ってるはずだからあーはい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 、はい、そうそうそそれでなんかな,なんか適当にコードワーって決めてにゃにゃにゃにんってやってたらもう曲できちゃうからとりあえずはうん <laughs> <laughs> そうなんか最初はそんなんでいいと思うんですようんうんうんあ私はそんなんですよギター弾きながらにゃ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 んってやったらあなんかこれでいいかみたいな <laughs> にゃにゃにゃんって、やった。らにゃにゃんって、いや、もう。いや、今後はちゃんと勉強したいですけど。最初はね、最初は。最初はね。私も、それから入ろう。うん。ね。やっていきますもぜひ。うん。歌詞とか、書いて自分で。ね、そう、歌詞が多分ね、一番難しそうだなって思うんだよね。ああ、まあ、ね。確かね、そう、言葉の引き出しがさ。 大事じゃん私なんてもやばいとか <laughs> やばいとかすごいとかしか言ってないから <laughs> 大丈夫かなって思うけどでもね頑張っていいきたいと思います,、ねますううん、曲よりだったら詩の方が自信あるんでそれは。 アドバイスします。じゃあお願いします、先輩。はい、<laughs> 曲作りの歌詞、歌詞書きの先輩、<え>よろしくお願いします。うん、任してくださいそこは。うん、はい。<laughs> じゃあここでもう一曲ね紹介したいなと思うんですけども。あ、そうなんですよね。はい、あの私が最初も話したんですけど、私のそのルーツっていうか、うん、一番最初に好きになった方が優衣だったんですけど。うんはい はい、そのユイさんのね、はい、あのフィールマイソウルっていう曲を弾、うんはい、いていただきたいなと思いますはいではユイ、えー、さんでフィールマイソウルですどうぞユイさんでフィールマイソウルでしたはいはいめっちゃいい曲いいですよね <laughs> これ何のドラマでやってたんだろうな私 全然テレビ見ないマンだったのでわからないんですけど。あ、なんか月九の不機嫌なジーンっていうドラマの主題歌でしたね。全然わからんけど月九なんだ。すごいな。これが,これがそうデビューシングルなんですよね。ゆいさんデビューシングルなんだね。そうめちゃめちゃいい。え <laughs> でユイさんがこの時に十七歳。十七歳そう十七歳の時の。 恐ろしい才能ですね。ね<え>、うん、すごいですよね。いや、曲もすごいけど普通に歌唱力やべえなっていう。ね、本当にいい声で、うん、歌唱力もすごくて、ううん、本当に尊敬してる方です。いや、あのーまあ、私聞いたことあるもしかしたらかもしれないですけどおそ、うん、らくほぼ今まあ初見初見じゃないけどなんていうん初めて聞いたんですけど。うん、はい。 ちょっっとびっくりしたまあこれあくまでも私の個人的な感想なんですけどうん、うん、めっちゃ洋楽っぽいなメロディーラインがって思った。であのー、なんかシンカーソングライターみたいなイメージあるけど、うん、実際割とロック聴いてるんじゃないかなっていうのがあって。 で、なんか後になってから割とバンドとかやってたよね。確かね。うん、そうですね。うん、バンドもやってた。そう。実はめっちゃロック聴いてるんじゃないかなっていう気がめっちゃしました。うん,う,んうん、そうじゃないかなか。そう。uk っぽさも感じたし、なんかアブリルラビーンとかあの辺の感じも受けたし。曲はそんなに激しくないんだけど。 なんかメロディーラインとかがすごいあれ,、うん、あれと思ってね、うん、そうなんで確かになるほどなー面白い <laughs>、うん、うん、いやちょっと他にもいろいろいてみようと思いましたはいぜひ聞いてみてくださいはいでは なところでですね、子規のことをたくさん聞けたかなと思うので、はい、今日のところはそろそろにしようかなと思います。はいはい。では子規初めてのまともなまともなってあのまあ、ちゃんとやるポッドキャストでしたが、うん、どうでしたでしょうか。あでもいっぱいあまりちゃんと喋れたから楽しかったです。<laughs> ね,ねなんか、ね、最初ちょっとかっ お互い固かったけどううううん、そうそうそう <laughs> う途中でめちゃめちゃあの盛り上がってきていい普通に喋ってたね, <laughs> ね,ねはい、はい、こんな感じでね今後もやっていきたいと思いますというところで、はい、最後式から宣伝お願いいしますはい、バーチャルワールドと現実世界を行き来する音楽アーティストチーム「ライオットブルー」YouTube スポティファイで歌や音楽トークを配信していますぜひチャンネル登録とフォローよろしくお願いしますその他フェイスブックとかツイッターティックトックなどの SNS で情報も発信しておりますのでぜひこちらもフォローよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますはいはい <laughs> というわけで次回は真央裏の 音楽自己紹介をね、お届けします。えっ、ー、と、相方は私でやらせていただきますので、お楽しみに。はい。はい。では。お送りしましたのは、全速持ちのライオットブルーリーダー、明石あまねと。そろそろ冬眠を考えている。式でした。バイバーイ。バイバーイ